今回は動物の森のアミーボカードを開けていきたいと思います。前にも開封したことのあるこちら普通のね動物の森のアミーボカード、アミーボプラスになる前のアミーボカードを第1弾第2弾を1袋ずつと、あとはアミーボカード、アミーボプラスカードを開けていきたいと思います。はい、こちらね、あのネットでね今も出回っているものは定価よりもだいぶ高くなってしまっているんですけど、でも欲しかったので買いました。はいとこちらですね。はい、なのでね、アマゾンで5パックで3000円とかそのぐらいになってますね。そう、倍の値段ぐらいかな。はい、ではね、何も前置きなく、はい、もう第一弾のやつ開けちゃいました。おお、しずえさんとたもつミントほう、力持ちっぽい。たもつくんとミントちゃんが出ました。ではね、第2弾を開けていきますよ。第2弾は雑かわいいペーターちゃんと、おシルエットちゃん、かわいいなシルエットちゃんとリサさんが出ました。シルエットちゃんかわいいから、このねシルエットちゃん村に呼びたいなと思います。はい、かわいいリスのねキャラクター、ミントちゃんよりはシルエットちゃんの方がかわいいですね。まつげが上か下かの違いかな。なるほど。というのが普通のアミーボカードですね。はい、ではアミーボプラスカードの方を開けていきたいと思います。そう、そういえばあのアミーボプラスカード開けていくんですけど、今度ね2月の20日の日に、20日に動物の森のね生放送をしようかなと考えてます。いつもの生放送は10時からなんですけど、今回ね動物の森の生放送は9時半からしたいなと思います。少しだけほんのちょっぴり早めです。では一袋目、じゃん。おー、ラムール、ラムールさんとジュリアさんとジャコテンさん、ね、アミーボプラスバージョンになってからは一人一人の村人で、あのお部屋のね家具をキャンピングカーを呼べるようになりましたね。特に欲しそうな家具、そうですね、美味しそうだなと思いますね、ジュリアさん美味しそうな家具です。2袋目。それでね、あの動物の森の生放送中には今回もあのフレンド募集をしたいと思います。で、そうで、生放送中に村に来てもらってベスフレ登録をしたいなと考えてます。ピッコロさん、おお、アイス屋さんだ、これも美味しそう。とカックン、へへへ、お医者さんだ、面白いですね、カッカ。アクリルさん、アクリルだからね、あの毛玉じゃなかった、毛糸玉がありますね。ジェラートというか、これいいな、ショーケース、レントゲン写真、面白い家具ですね、なかなか。でね、前にも言ったんですけど、そう、あの
回の生放送も9時半っていうね、ちょっぴり遅い時間なんですけど、結局私動物の森のゲームするとなると夜中とか、まあ、夜だいたい遅い時間が多いので、そうせっかくねフレンドになってくださったとしても、そう遅い時間にゲームできない方だと結局一緒にゲームすることができないという風になってしまうので、フレンドになるよっていう人は、うん、遅い時間でもゲームできる人、それをご了承いただける人がいいなと思います。それからこういう風にね、いろいろアミーボカードだったりとかアミーボだったり買ってるんですけど、そうなかなかね、あのキャンピングカー呼んでとか、この時間にゲームしてとかいう要望にはね、なかなか答えられないなと思います。うん、そう、お、これキャンピングカーの車自体の色は一緒ですね。小町和風なんだな。うん、アーシンドと小町、日本人形がいますね。とこちらがパオロ、へー、シャワールーム面白いですね、お風呂。そうなのでね、そうなかなかね、たくさんの方にキャンピングカーとか呼んでって言われると、どうしても全員の要望を聞けなかったりとか、また私もキャンピングカーを呼ぶだけのためにね、通信っていうのはちょっとというかね、はい、そういう感じですので、キャンピングカーでね家具が欲しい気持ちはとってもよくわかりますが、うん、そうキャン村に来て、はい、家具、そうキャンピングカー呼んでじゃあみたいな感じだとちょっと寂しいなって思うので、そうメインとしては通信するなら、そう一緒に遊びたいなと思うので、そう、うん、家具とかそういうのはねおまけだと思っていただければなと思います。うん、ゴンゾーは、え？ ATM？ へえ、呼んだら ATM が手に入るんですかね。へえ、呼びたい呼びます、ゴンゾー。ゴンゾー呼んで ATM をゲットして、お部屋の中でもお金のね引き出しできるようにしたいと思います。ゴンゾーいいな。マミー、おー、かわいいですねそっか、お母さんっていう意味か。うん、かわいらしい。プースケ、へえ、ゲーム好きな一人暮らしって感じの部屋ですね。では今回ラストアミーボカード開けます。そうなかなか手に入らないんですよね。うん、せーのドン。バラ売りというかね、もう1枚売りとかでも結構の値段ついていたりするのでね。あ、ちょっと、あら、すごい活気がいっぱい。うん、あら、さっきのマミーの家にもあったおもちゃのピアノがありますね。へえ、かわいいな音楽家の家って感じと、おお、宝石と香水のエイミー、おしゃれさんですね。とモンペ、なぜショーケースの中に食べ物食べ物ね、お店屋さんかな、これは。
食べ物屋さんって感じですね。はい、じゃん。今日出たものをおさらいします。シルエット村に呼びたいと思います。ミントちゃん、ペーター、タモツ、リサ、シズエと、モンペ、エーミー、アチョット、マミー、プースケ、ウンゾウ、ATM もらいます。パオロ、コマチ、アーシンド、アクリル、ピッコロ、カックン、ジャコテン、ラムール、ジュリアというようなね、内容でした。可愛らしいですね。YouTube の動画の方のコメントで、村を何時に開けてくださいとか、なかなか、はい、そういう要望には、そう、仕事とかいろいろありますのでね、お答えはできかねるんですけど、フレンドになって、動物の森の中でね、ベスフレ登録をしたら、そのベスフレでオンラインがね、重なる時には、どんどん話しかけていただければなと思うので、そう。なので、今月、2月の20日の日、まだね、フレンドになっていない方も、そう、フレンドになる機会がありますので、ぜひ、生放送にご参加いただければなと思います。はい。というわけで、アミーボカードの開封動画と、2月20日の予告でした。おしまい。